どうも、ラッチステーションのラッチです。今日はバーディーバードができるようになったので、それを見てもらいたいと思います。で、まずこの辺にこの間撮った映像を見てもらってと思うんですが、左手の方がブレブレだったりしてなかなか下手だったんですけど、多少マシになりました。それではやっていこうと思います。よし、傾きはするんですけど、ある程度続くようにはなってきました。ここからね、まだ伸びしろがあるということで、頑張っていこうと思います。ついでに前剣のルーキングでバリエーションを増やしたいということで、前できてたこれですね、インバーテッドループ。普通のループは手がこっち側を向いてるんですが、そこを、こっち側を向けてやる、ループですね。これをダブルでやっていこうと思います。今の段階でこんな感じです。これから、練習して来週ぐらいに見せられるようになったらいいなと思います。それでは今日のヨーヨー日記はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価をよろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。